ニコラス・ジェリー・ジョナスは、アメリカ合衆国の歌手、俳優。身長167センチメートル。ジョナス・ブラザーズのリードボーカル。1992年9月16日、アメリカ合衆国のテキサス州ダラスで、父のポール・ジョナスと母のデニーゼ・ジョナスの下に産、なんとして生まれ、11歳の時ニューヨークに引っ越す。 兄弟はニックを含め4人で同じポップグループのジョナスブラザーズに所属している長男のケビンと次男のジョー、そしてジョナスブラザーズには所属していない4男のフランキー。フランキーはノアサイラスと共に映画、崖の上のポニョの英語吹き替えをし、ソウスケを担当した。言葉を話す前から歌っていたというニックは6歳のドキリ発展で歌っていたところ、スカウトされて、 エージェントと契約。最初は CM 屋などに出演するだけで、映画やドラマのゲストで出演することはなかった。けなげな努力が実り1999年のクリスマスシーズンにチャンスがやってきた。11歳だったニックは、当時マディソンスクウェアガーデンで上演されていたミュージカル、クリスマスキャロルにタイニー、ティム役で抜擢されたのを機に、2001年、アニーを銃を取れで、 念願のブロードウェイデビュー。翌2002年には美女と野獣に出演し、2003年にはデミゼラブル、サウンド・オブ・ミュージックと立て続けに大作の舞台に立ったほか、ブロードウェイの人気アーティストが名を連ねるクリスマスコンピレーションアルバムでジョイツ・ウザ・ワールドを発表。同曲は父ポールと書き上げたオリジナルでコーラスには美女と野獣のキャストが参加。クリスチャンラジオでも オンエアチャートを賑わせた。そして2004年には本格的に音楽活動をスタートさせる。同年秋にはコロンビアレコードからニックのシングルにタイトルをリリース。年末にはアルバムの発売も予定されていたが延期の後枚数限定でリリースされている。2005年にレコード会社の社長は兄弟が書き上げた楽曲に着目し、 三人グループでのアーティスト契約を打診した。サウンドの方向性についても、彼らが制作した楽曲に加えて、イギリスの人気グループバステッドのイヤー3000とホワット・アイゴトゥスクールフォーカバーを支持。ポップパンクの要素を盛り込むことでより広い層へのアピールアピールを狙った。しかし、デビュー時期の見極めに関しては慎重で、アルバム発売日は未定のままで、三人は 長いツアー生活をスタート。バックストリートボーイズやジェシー・マッカートニーらメジャーアーティストのツアーに加わり、オープニングアクトを務めた。2007年、ディズニーチャンネルのオーディションに合格した3人は2008年、オリジナルムービー、キャンプロックに出演。兄のジョーがデミ・ロバートと主役を演じたがニックはほとんど登場しなかった。ディズニースターはハリウッドレコードに多く、 三人も声をかけられ遺跡。2007年8月7日に放たれたアルバム、ジョナスブラザーズは、発売1週間で、ビルボードを200の5位にランクイン。そして、新作を広めの場として、彼らに用意されたのは、マイリー・サイラスのアリーナツアーのオープニングアクト。2008年8月12日、待望のサードアルバム、エイリトルビット・ロンガーが発売され、前作同様に、 ダブルプラチナムを獲得してチャートを席巻し世界中で34個のプラチナとホールドを獲得全米で100万人を動員したヘッドラインツアーバーニンアップツアーも大盛況のうちに終了ケビンが言うにニックはグループの核なのだとか2008年のアメリカンミュージックアワーズで最優秀新人賞を受賞 MTV ビデオミュージックアワーズ MTV ヨーロッパミュージックアワーズグラミー賞では最優秀新人賞にノミネート。また、ローリングストーン氏の表紙を飾り、ジョーナス掲最号が2008年で一番の売り上げを記録。秋には写真集を出版し、初日で100万部を売り上げ、驚異的な数字を記録。これもすべてニックのおかげだとジョーは語った。2009年には、 アメリカ新大統領のバラク・オバマの就任式のために行われたライブ・キッズ・ノーム・アール・ウィー・アー・ザ・フューチャーのイベントに出演し、オバマの娘も大ファンという熱狂ぶり。また、ニックのパフォーマンスもとてもよく評価された。2月には昨年行ったバーニー・アップツアーの模様を映画化した 3D コンサート映画が全米を皮切りに全世界で公開が決定。 アメリカでは、工業成績発登場2位を獲得。5月からは、ワールドツアーが南米からスタートし、北米、ヨーロッパと決定。その中には、ニューヨークのナッソーコロシアムやロサンゼルスのステープルセンターのサンデーズ、さらに、ロンドンのウェンブリーアリーナを含むアリーナコンサートが、開催。ニックはいずれもドラム担当が多かったが、ギターも上手でファンを熱狂させた。2008年、 キャンプロックに出演しほとんど出演しなかったニックだったが2010年にキャンプロックにで主要人物になったニックは光栄だよこれは素晴らしいことだし夢が叶って嬉しいんだと心の内を打ち明けたまたニック・ジョナスザ・アドミニストレーションというバンドを結成しフー・アイ・アムが全米で大ヒットライブも大変のようで 体調を崩してしまうこともあるという。2016年7月2日、ジョイントツアーのフロリダ州オーランド公園に、6月12日に、同州で起きた、銃撃事件の被害者たちを招待した。デミ・ロバートと共に、グラミー歌手アンドラデーをゲストに迎え、彼女のヒット曲、ライズアップを一緒にパフォーマンス。この間、スクリーンには、事件で命を落とした被害者たちの名前が表示。 そして、最後には6月10日に、ファンの目前で射殺された歌手、クリスティーナ・グリミーの名前も映し出され、現地で起きた2件の悲しい事件被害者たちを観客と共に忍んだ。2006年6月11日、マイリー・サイラスと出会ったその日に恋人になった。関係は長く続き両親も公認の中。 マイリーもニックも筋金入りのクリスチャンと会って交際が順調に進んだと言っても過言ではないとマイリーがインタビューで話した。ニックはニューヨークからマイリーの住むロサンゼルスに引っ越してきた。その上歩いて2分程度の場所だった。しかしお互いにスーパースターとだけあって多忙の日々が続いたという。マイリーのアリーナツアー中にニックが別れを切り出したという。 ツアー中だったため気まずい関係は続き最終的にツアー中に振ったことを後悔したニック。理由はマイリーが髪を黒く染めたこと。ニックがマイリーの茶色い髪が好きだったこともあるがファンを驚かせてしまったのだ。ツアーではステージでキスすることもあったが破局するしかなかったという2007年12月19日に別れた。その後マイリーがニックに セブンスイングスを当てたためニックはマイリーにソーリーを書き歌でのやりとりをするように。それからはセレーナ・ゴメスと交際。約半年で別れる。理由はマイリーと多忙で別れたことを後悔したからだという。マイリーもニックの後に交際したジャスティンと破局していたため復縁。2009年6月、ニックはマイリーの映画の撮影が行われる。 ジョージア州までロサンゼルスから行き来していた。ジェットスキーでキスしたりラブラブだったが7月に破局。マイリーが共演者に恋したためである。2018年5月頃からボリウッド女優のプリアンカーチョープラーと交際を始め、7月に婚約、12月に結婚した。ありがとうございます。